はい、ではですね、今日もやってまいりたいと思います。ゲスト、夏美さんとマリさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、そのトレードの種類についてやっていきたいと思います。トレードの種類って何かというと、前にもちょっと触れたんですけども、株式投資って、まあ、例えば今日買って、これいつ売るのと。いう話なんですよね。いつまで持ってればいいのかっていうことで、まあ明日売るの、来年売るの、来年売るのと、10年間持ってるのと、これいろいろあるかと思うんですけども、これは、まずルールっていうのは特にないんですね。ルールっていうのは別に法律じゃないけど別にずっと持ち続けてもいいんですけども、ただそのトレードをする私たち側からは。どれぐらいの期間のつもりでやるのかっていうのはやっぱ事前に決めておく必要があるんですね。決めとかないとダラ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 、あ、もうちょっと上がりそうだな、もうちょっと上がりそうだなっていうと、で今度下がってきてももうちょっと下がりそうだなと、じゃああなたはいつになったら売るのと、いや分かんない、こういう人いるんですけど、ズルズルしちゃう、ズルズル、なので、あの、今回はこういうつもりでやるということを事前に決めます。まず資金がこれぐらいあるので、これがこの期間で、これぐらいのうまくいった場合はこれぐらいの利益を狙おうということを事前に決めます。決めてやっていくんですね。で、よくデイトレって聞きませんか、デイトレード。はい、デイトレードっていうのは、何ですかね、一日の中で買ってやって売る、はいはい、これね、デイトレってよく聞くと思うんですけども、これ一日の中でやるわけですよね、おっしゃる通りで。なので今買ってもう3秒後に売るとかね、1分後に売るとか、まあそういう感じのものがデイトレードです。これ今ねすごい流行ってますよね。で、あとですね、今日買って来週売るとか、今日買って来月売るとか、ちょっと比較的短め、こういうトレードをね、スイングトレードスイングトレード、スイングトレードって言って、まあちょっと期間、まあ短めの期間でやるのスイングトレードと言います。で、あと、まあ昔よくあったのが、もう1回株価でもずっと持ち続けてるっていうのは長期保有というやり方なんですけども、これも銘柄によっては、銘柄っていうかそのやり方によってはありです。なんですね。なんですけども、今ちょっと銘柄によってはというふうに言ったんですけども、ある程度大きな会社で安定しているところはそれでもありかもしれないです。ただし日本の株式市場は、で昔みたくほっといて株価が上がるわけではないですよね。やりましたけども、なのでいつまで持ってれば上がるのかっていうのは、これは、あの、昔と違ってないので、そのタイミングタイミングでやっぱり売ったり買ったりしなきゃならないことを考えると、長期っていうのはなかなか難しいです。これ例えば海外の市場であればですね、これはありかなというふうに思います。例えばアメリカの株式市場とかですね、タイの株式市場とかですね、これいろいろ海外の株式市場っていろいろありますけども、そういったところでやる分には全然それは長期の保持というのはありかもしれませんけども、日本は当てはまらないということなんですね。なので、まあここで考えたいのはデイトレードとスイングトレードという、この2つのこの短いスパンで考えていきたいと思います。で、それを見るのにこのやっぱりチャートが必要になってくるということで、日足チャート、そして週足チャート、月足チャートというですね、この流れを見るんですけども、一番重要なのはこの日足チャートです。なんでかっていうと、大体この1ヶ月スパンで考えるんですけども、この短期の中で上がっていかなかったら利益出ないですよね。はい、大きな流れでいくらいい状態でもまだ、なんて言ったろう、波が大きすぎて、上がりにくければしょうがないので、小さい波の中で必ず上昇の形がないと利益は出ませんということなんです。ですので、まず長期でも中期でも短期でも、まず日足チャートを見る、そして、中期的な週足チャートを見る、そして大きな流れ月足チャートを見るとでですね、これ図で言うとですね、大きな流れっていうのがあって、必ずこういう感じでいきなりまっすぐに上がってこないんですよね。
必ずこういう感じになります。でその中にまたこういう流れがこうあってあるんですよ。でさらにこの中に切りがないんであれですけど、ここに流れがあるんですよ。大きな流れ、これが例えば突き足だと思ってください。黒がですね、青が週足だと思ってください。これが突き足で、青が週足ですね。で、この赤が日足ですね。こういう感じで、これ、まあ、例えばこの期間が1ヶ月とかということであれば、このちっちゃい波がですね、この大きな波に乗ってやっていかないと、例えばですね、こういうちょっと見にくいかもしれませんけども、こういうところでも上昇ってあるんですよ、必ず。うん、で、あ、今日足が大きな上昇があるんだと思って買ってもですね、大きな波はこの黒い波と青い波は下向いてるわけですよね。うん、そうするとちょっと上がってまたすぐ行っちゃうわけですよ。なので同じ赤いこの日足が上を向いてるんであれば、青も黒もつまり週足も月足も上を向いてる方が上に引っ張られますよね。はい、この日足だけ見て、あ、ここ上がってるって週足と月足を見ずに買ってしまうと、あれ、日足はいい形をしてたから買ったのに、なんで下がっちゃったんだろう、うんうん、って気づけないんですよ。なので何のトレードをするにしても、この3つのチャートを必ず見ると、これがまずその確率でいうところの一つですね。日足だけでトレードするのと、週足と日足でトレードするのと、3つ月足も交えて3つでトレードするのと、どっちがリスクが少なくなりますか、3つ見た方がいいですよね、確実にっていうことなんですね。全体的な流れをちゃんと見て、はい、突き詰めていく、はい、突き詰めていくっていうことなんです。なので、まあまずこれが必要だということと、あと、まあ、これトレードの種類なので、これはデイトレード、あ、ごめんなさい、スイングトレードなんですけども、長期で言うとやっぱりこの黒い線はもう絶対的に上を向いてるなきゃいけないんですよね。はい、で大体じゃあこの期間がこれだけで1年、うん、1年かもしれませんし、いろいろあるかもしれませんけども、うん、そうやって考えると、もうこういうところで絶対変わらないし、こういうところとかこういうところになりますよね。必ず上がり始めたところで買うと、ここでもうある程度時間が経つといつかまた下がる時が来るので、うん、これがどういう状態なのかっていうのをもっと過去の流れを見ながら考えていくと、うん、また見方もやってきますけども、そういうふうに考えていくと長期でもうまく利益を取ることができます。うん、一方ですね、デイトレード、今日買って今日売るものに関してもそうなんですよね。やっぱりなんで株価上がっていくかっていうと、1日1日上がっていくからトータルで上がっていくわけですよね。うん、っていうことが、全体の流れが上を向いている方が1日の中で上がりやすいわけですよね。うん、なのでデイトレードやるときも、私実際デイトレードやりますし、で、毎週朝この放送をデイトレードやってるんですけども、皆さんに銘柄を紹介して放送するときに必ず日足、週足、月足見てるんですよ。うん、見て、でも買うのは今日買って今日売るやつなんですよ。今日買って今日売る銘柄だけど、この3つは絶対に見て、あ、これはデイトレードとしてふさわしい銘柄か、そうでないかっつって選んでやります。で、たまに当てはまらないこともあるんです。その場合は必ずその説明をつけます、例外として。これは当てはまらないんだけど、例外としてこうなんだけど、これはこういう理由だから今日は候補の銘柄に入れてますよっていう説明を必ずします。それぐらい、もうそれ以外はこれが当たり前なんです。一日の中でもこの長い流れを確認する必要があるということなので、それを覚えておいてください。
いうことです。と、うん、いうことで、今日はここまでになります。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。競輪のお仕事も。そうです。はい。なんでこの株の放送で競輪の話をするのかということなんですけども、実はですね、この競輪と株と似たようなところがありまして、まあ、これ競馬もつながってるのかもしれないんですけども、実はですね、まあ、このレースいけるなって言ってこう買うんですよ。これ大体勝ちますね。ねえ、すごい確率なんですね。あ、そうなんです。ここは硬いから、はい、硬いとかで硬すぎてもダメなんですね。で株もね、まあ、ちょっとそれ全部が当てはまらないんですけど、やっぱ確率でいくと、次回儲けに直結する確率とは。